サスケは日本のトラックメーカー、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、レコーディングエンジニア、シンガーソングライター、ダンサー、DJ、ドラマー。本名は原口サスケ。愛媛県松山市出身。所属芸能事務所はチェントロ。所属レコード会社はワーナーミュージックジャパン。2歳の頃に独学でダンスを。 5歳で父親が所有していた MacBook Pro にインストールされている Apple 製の DAW ガレージバンドのループ音源を使用して独学で作曲を開始する。10歳でアメリカのニューヨークにあるアポロシアターで開催されているイベントアポロシアターアマチュアナイトトップドッグに参加し日本人最年少で優勝を果たす。また、この頃より ゼロから作らないと自分の曲じゃないと思うようになり、ネイティブインストゥルメンツ製のマシナを使用しての作曲に切り替え、昨今は同じくネイティブインストゥルメンツ製のソフトウェアシンセサイザーであるマッシブとミュージックアークステーションを使用している。楽曲制作もダンスも飽きることはないがバランスが変わることはあり、アポロシアターアマチュアナイトの出演以降は制作を主としている。サスキ枠、 ダンスを楽器の一つと捉えるようになり、音楽や世界観を表現するための手法になったという。ザウの名としてノーハッピーノーライフを掲げており、楽しい方と楽しくない方だったら迷わず楽しい方を選ぶという。好きな小説家は浅井亮、影響を受けたミュージシャンは低等和と坂本隆一。趣味、ストレス発散は大好きな温泉へ行くこと。 インタビューの記事によっては6歳の場合もある。ありがとうございます。